昔柔術の若かった頃ですけど、柔術の世界チャンピオン のセミナーがあるって言って出て、周りの人こうファイター総合格闘技の人ばっかりで、私だけひょろひょろだったんですけど、連続で20人ぐらいがスパグリングかかるんですね。私もかからせてもらったんですけど、もう本当詰将棋ですよね。全然力入ってなくて、スーッと中心取られて動けなくなっちゃうんです。それが手だけじゃなくて、まあ、首とか指先とか道着とかいろんなとこすごく勉強になったんですけども、同じですね。技の崩しがないと技がね、なかなか効率的に働かないと思うので、いいですか。崩しのポイントっていうか、感覚つかむために、ね、最初はこう投げ技というか抑え技までいきますけど、ここから手にこだわらずに相手が動くところの中心をついて、まあ、引き出してあげたり、手じゃなくて自分が動くといいですね。で、人間の体の構造って特に手はこう開かれると力が出づらくなるので、そちらへ、まあ、一挙でもこれを抑えしてますよね。あと先ほどやった足、ちょっと折り曲がるだけでこっちに力が働いているとかなり起きづらいんですね。で、腰、背骨、向こうで、背骨、まっすぐの背骨に対してソーセージロール回る方ですね。本当さっき の田中先生撫でてあげる感じで、相手が信号を送ってあげると動き始めますから、もう一回相手が力抜いていきましょう。ゆっくり